今日は開花前に気をつけたいバラのお手入れをお送りします。皆さんこんにちは。山梨県のバラ苗専門店小松ガーデンの後藤みどりです。もう桜も葉桜になってきて、そろそろ終盤ですね。桜が終わるといよいよバラの季節がやってきます。見てください、こんなにもう新芽が出ていて美しいこの葉を見るのも、ワクワクしますよね。でもやることは何かしなきゃって言ってそわそわしちゃう、そんな時期です。私もそうなんですけど、ロザベルでもこんなにたくさんの草花が入荷してくると、もう少しバラの周りをきれいにしてあげれることないかなとか、毎日そんなことばかり考えてしまいます。桜はね、春1回しか咲かないですが、バラは四季咲きだと春も咲いて、そしてまた夏ごろ咲いて、また秋にもすごく綺麗な花を咲かせてくれます。こんなに、優秀なお花他にないんじゃないかなって思っちゃいますよね。春一番の美しいバラを咲かせるためにまずは、ひとまず、いろんなことを、今日からやってください。それでは最後まで見てくださいね。ベルは今こういうふうにたくさんの花が入荷しつつ、春のバラとガーデニングフェアに向けて、みんな準備中です。4月の19日からです。細かいことは後でお話しますね。ということで今日は開花前のお手入れ、もう一つ踏み込んで、細かくお話ししていきたいと思いますので、しっかり見てやってみてください。それでは今日は開花前のバラのお手入れというところでやっていきたいと思います。見てください、綺麗に誘引されたつるバラ、これハニーキャラメルって言って葉っぱもツヤツヤしてるし、オレンジの花でとっても可愛い、私もお気に入りの元気が出るつるバラなんですけど、もう見ているだけで本当に、元気いっぱいっていう風にたくさん咲いてくれます。で、一見綺麗にこう何事もなく綺麗に仕上がっているように見えますが、実はよく見ていただくと、風なんかで折れてしまった葉っぱ、そして枝がこうトゲで引っかかってたりします。これも、今後茶色くなって汚くなってくるので、しっかり、そういうところも見ながら撮ってみてください。今もうしおれてるところは多分折れたり、切り残した枝が乗っかってたり、そういうところだと思います。これは今きれいに取っておかないと、おかしくなってしまうので、そこはきれいにやってみましょう。今年は冬結構暖かくて早く芽が伸びてきて、そしてそれがまた強い、春の風とか、ちょっと寒くなってきて霜とかそういうので一旦出た芽がちょっと傷んでしまった場合が多かった、そんなお宅が多いと思います。ここもそうなんですけど、最初に出た芽がちょっと寒さで傷んでしまって、でその後にまたこのように見ていただくと分かると思うんですが、横に芽があって、この小さい芽からまた新しい新芽が出てます。こうして出てきたものに関しては、これを大事に育てればいいわけで、こちらの芽はもう必要ないのでそーっと取るんですが、取る時にあんまり雑に扱ってしまうとこの芽も一緒に取れちゃうので、それも気をつけてください。まだ苗の状態で皆さんが買われたその鉢を、そのまま管理している方も多いと思うんですが、上から見ていると結構素敵にこういろいろな緑の葉っぱがわさわさと出ていて健康そうに見えます。でももうこうやって茂ってくるとそろそろ中には黄色くなる葉が出てきます。そういうのはこう横から見ていただくとよくわかるんですが、こんな風に下の方に黄色い葉が目立つようになります。これを取っておかないとまたこういうところから黒星病やカビが出たりするので、これはきれいに丁寧に取り除いておいてあげましょう。地植えのバラもこのようにもうみずみずしい葉が展開してきています。
一見綺麗でいいようなんですが、根元のところを見るともう本当にたくさんの雑草も元気に生えてきました。今の時点で細かい雑草をきれいに根から取っておくと、この株元に、この後花がこうつぼみがついてきた時に除草なんかするとつぼみを傷つけてしまったり折ったりしてしまったりするので、大変です。この場合には手がんななど使って根こそぎこういう風な感じで、しっかり取っておきましょう。そうすれば、株元がすっきりと風通しも良くなって、病気もまた少なくなります。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。やることはきちんとやって、そして、予防消毒や追肥なんかも忘れないであげてくださいね。もう間もなく開花します。楽しみですよね。ロザベールでは4月の19日から6月の16日までバラとガーデニングフェアを開催します。初日の4月19日、20日、21日はバラ苗の大苗 20% オフです。毎年楽しみにしている方もいらっしゃいますよね。今年も弊社で生産終了のイングリッシュローズや新品種なんかも 20% オフします。毎年4月なので、4月はちょっと忙しくて来れないのっていう方もいらっしゃったので、実は最終日6月の14、15、16もバラの苗 20% オフしますので、予定を今から合わせてぜひ来てください。バラの無料教室も開催します。こちらは電話で予約制なので、予約をしてからお願いします。皆さんに実際に会って見ていただいて伝えたいことたくさんあります。ぜひ、ロザベールまで来てくださいね。他にもたくさんのイベントありますから、また来週もお知らせしたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。